今日はスイスイパスタを作っていきます。この中にスパゲッティーニで、これはあのテフロンタイプなんですけど、僕のおすすめは結構テフロンですね。でここにこの漬けた汁とでパスタを入れます。で揺すりながらやるとですね、綺麗に収まるんですよ。はい、それでは今中が沸いてきました。そしたらですね、このパスタの場合はここにさらに牛肉をここでしゃぶしゃぶと余熱で火を入れてあげるイメージですね。でこれを最後に強火にして詰めていく。もう今通常のパスタみたいになってますよね。で最後に九条ネギ合わせる。この状態になったら盛り付け入っていきます。はい、これで牛しゃぶスイスイパスタの完成です。